続いては FEC チューンド金曜日金んラごぼうの「キンキンピラピラお様ラジオ」生放送ではないんですよそうなんですよねびっくりしたでしょ、うん、1一個すべとしてあったのよはいはい、はい、もう生放送みたいにやろうかなと思ってたんですよ <laughs> まるで <laughs> 全然こいつらツイキャスフレンやしフレいなねで後半にちょっとお知らせがあるんですよはい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 実は、はい、11月に収録してたんです <laughs> えっ、ー <laughs> 沖縄の寒さに拍車をかける <laughs> <laughs> ことをやろうかなとか思ったんですけどはい、はい、そんなリスナーいじわるみたいなことは僕なんかしませんので、はい、えちなみにこの放送されてる日が12月の6日の金曜日もう師走一発目の月曜日なんですけども、ねはい、まあちょっと予定を2人 合わなくてですねこの日は収録しようということで前の週の11月29日いい肉の日にこのあと放送生放送も控えてるんですけどちょっと先に気がちょっとねやっちゃおうかという変な感じするよねだって29日の放送の前にまだ終わってないからねそうこれこの収録終わった後に29日の放送生放送でしょなんか飛ばしでねだからその収録やっ ている芸人さんとかもいるわけじゃないですか、うん、そのパーソナリティさんとか、うん、はいはいはい、はい、なんか結構だからすごいすごいことしてるのかな確かにね,ねなんかこう時をあの合わせに行くみたいな、ね、なんかねその時の様子だったりとか、うん、そうそうそうまあ結構パーソナルな部分を話すその何だろう MC の方だと別に大丈夫なんだろうけどうん、うん かんないじゃん結構ね俺なんかもう生で放送することが多いからでもそれでいったらリスナーさんもすごくないその収録に合わせてリアルタイムで聞いてないのにこうメールを送ってんていうのかなこうラリーを一応するわけじゃないラジオだからそこもすごいよね聞く側のこの感性というかやっぱり聞く姿勢みたいのも問われるよねだだって一応こう生から なんかあれでしょ。はいはいはい。あの三日しか持たんもんな。<laughs> <laughs> メールはメールは,3は、ね、<laughs> メールは三日しか持たん <laughs>。<laughs> なんかだから保冷とかしてるんでしょうね。まあねなんかちょっとあの小分け小分けして持ちやすい塩漬けのかもしれない。わ <laughs> かんないけどね伝わ伝わらないんだろうな意外とこういうのって。<な>伝わらないのかな冷凍庫に入れてあのご飯ね,ねあの小分けにして。小分けにして、うん、その都度食べるっていう,そう,そう,そう。 便利な時代になりましたねメールも保存できるということでどうでもいいんですけどだからもう本当に今喋ったことと全く同じことが先週話してる可能性もありますてこの後話せばいいわけだからまるで何もなかったかのようにだからみんなが一旦忘れてもらって先週は思い出さないでくださいね先週のは思い出さないでくださいあれこいつら 話してんかったみたいなのは23 <laughs> 話ぐらいはあるかもしれない怖いわ、はい、<laughs> まあ、一応予定としては、はい、もうなんかいろいろ話してるんでしょうね、はい、なんか森光が、まあ、この前、うん、先,先週になるのかなそうですねなんかこの掃除機買いたいみたいな話しててああそう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 なんか掃除機のお披露目もあったりとか、うん、はいで まあそ日にち的なので言うと12月、この週の頭2日の月曜日には沖縄の正月の頭に行われる o ワ1グランプリっていうねお笑いの大会の一次予選が終わって結果がまだ出てないか出てるかもるかも出てるのかな多分出てるんじゃないかな出てるのかおそらく出てると思う出てるのもあるだろうし出てるや一次予選は出てますねおそらくなんなら。 この放送の2日後、最終予選じゃん。そうそうそう、わおそんな感じで、わおびっくりした、こう、ごめん、今、自分が意外とびっくりしてる、結構、時間なくないいや、ないよ、ないよ、びっくりした、だって、いや、でも、この放送の2日後、時間なくてもやるしかねえから、そんなのは、そんなもんはね、みんな同じですから、でも、あれですよ、12月1日は那覇マラソンでしょ、いや、お前は知ってるだろ。 レポーターもやるでしょレポータータもね、うん、今回なんか2人でそうあの,あのラジオ RBC さんなんですけど「うん、i r ラジオの方でいつもタイガはね「r b c i ラジオであのレポーターしてますけども、はい、あの今回僕も呼ばれまして、うん、いやあ<だ>し,しい限りですそうねただ全然タイガと一緒にやらない,い <laughs> <laughs> これマジでおかしな話じゃないですかこれ本当にビビったけど 僕もびっくりしてるんですけどこの前、昭和市のテレビレポーター僕、やったじゃないですかで大我はラジオ入っててテレビ課もちょっと親バレしてたけど最近ラジオ入ってたんでということで僕だけテレビの収録行ったんですけどその時鈴崎さんいて鈴川サさキーさんサーキーさんが俺の顔見てはえ森光一人えか前々から思ってたけどきんぴらってバラ売りなのって。 お前々から俺も思ってたよ <laughs> ね俺なんかってバラ売りだとって思ってたよね <laughs> だ俺本当にメディア出たことある中で俺大ガと出たことないもんまあないだから結構今年あったあのおうち紹介するあの特番がねさせてもらったんですけどそれも収録別々だったもんね同じ番組の中に出てたけど俺と大ガでロケしてないわけよあれ怖いよね <うん S 1> だから だよそろそろなんか2人でテレビ出させてななん、んもなんもないよ1回だけ出させてよななんもなくないだってないないないほんとにないよこっちであれがヒープホップにちょろっと出たのは覚えてるけどでもそれはコンビでじゃないでしょちょろっと出な、コンビでだったっけ なんかおにぎりのどうのこうのみたいな違ったかああそういうことかそうそうそう結局ユニットの何かみたいのでしか出てないから多分コンビで出たことあるのはコンビでって言ってもおかしいけどあのあのエイカーズグランドマスターのアミーゴやであれも俺なんか素性を明かさないで出てるからぐらいじゃないかなまあラジオはちょこちょこあるけどねはいまあラジオはねありがたいことにありますけど 怖いなだってこの那覇マラソンも同じその特番で朝の8時15分ぐらいからずっと昼2時3時ぐらいまでの特番でおそらく1回も交わらない、うんうん、交わらないよな <laughs> で俺こんな怖いことあるんだと思って俺さラジオレポーター初めてなわけよあそあそう一応1回だけ別局でやったことあるけど、はい、まあ多分 勝手が全然違うような感じのだから。まあいやいやいやあできる全然できるもんだと思ってる。どうかな。めちゃめちゃなんか、うん、しかも森光がやるところ二、うんはい、人二人でやるんですよ。そうだね。でそのパートナーが、うん、同じ FEC の事務所の前田夏樹なんですよ。うん、まあそのパートナーって言っても一緒に回るわけではないんだけどね。なんか近いエリアをまあ二人で交互交互にやるみたいな。うんうん、やいやそこをコンビニでさせたらよかった話じゃライバル。<laughs> 一応な俺もめちゃめちゃ思ったその。どう。 <laughs> どんな使い方なんだろうと思ってまあでもあっちからしたらそれ関係ないのかもなまあ,まあなもしかしたらな,な意外と意外とそんなのって関係ないような曲の人とか、うん、そのコンビとか漫才コントとかうん、うん、あんま周りの人気にしないよねこんなのね確かにね、うん、だか聞いてくれる興味興味あるっていうか結構分かお笑いを分かってる人とかは、うん、なんか。 そういういのなんか配慮というかそういうのを知った上で話をしてくれるんだけどでも逆に良かったかもね<ー>その僕とタイガー2人でやっちゃうとやっぱりどうしても,もうタイガーは3年ぐらいやってるわけでしょレポーターし3年目ぐらいやってるわけだからどうしてもやっぱタイガーがこうできるじゃないですかそのレポートの,この経験値もあるじゃないですかだから2人でやっちゃうと多分俺 俺あんま今日何もやらんでいいなっていう心持ちで俺は行くわけよ <laughs>、ね、でもコンビってそれ絶対あるじゃないですか <laughs> ま,あまあまあどっかそこできないところはき助け合ってちょっとあの相方あっちのほこっちの分野得意だから、うん、ここは任せて俺はちょっとここやろうとかあるけどやっぱ本当はね全部一人でできないといけないわけでしょまあ,まあ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 それはあるけど、うん、まあ いいように使われてるってこと <laughs> <laughs> 俺俺んかは使われる側だからか <laughs> まあ使ってもらってるだけありがたいですからねっていうまあ放送もありましたので、はい、まあよ,よければまだなんかラジコみたいなので聞けるので,で、ね、聞いてみてくださいだからもうこの話は多分できないわけでしょ、うん、そうなん、ね、で,できるっちゃできないでも相当間空いてるもんな、うん、まあまあ、うん、まあ聞きたい人はその今スマートフォンの無料の、はいはい アプリがラジコっていうのがあるのでそれを聞いてもらえれば失敗しちゃうとかもあってあるかもしれないしねいやこんなの俺よくできた試しがないのよいや同じリポーターの長浜弘樹さんでも結構やられてる78年のもっとかなもうベテランの30代お兄さんがいるんですけどこの人がすこぶるうまいわけうまいな俺も この前聞いたわけよ、うん、あの,小橋の時タクシーで移動中に、はい、タイガーのも聞いたんだけど、はい、すごいね,もうねこの長浜宏樹さんの良さ、うん、でちゃんと情報も伝える、うん、でそのリポーターだからその自分もしゃべるし相手側からも声を取るんだけど、うん、やっぱりその引き出し方みたいなのもどれとっても。 あんななには俺できいないやいや大河もすごい俺すごいなと思いましたよでも。か言葉が出てこないかおることただただ何かあのいやどうしてもそうなるんだろうけど全くだって面白いことをだから面白いことをやるってちょっと余裕ないと俺できない人だけどゆとりがないと。 誰かが喋ってる間にはい、はい、ちょっと考えたり,、ね、か考えたりとか、うんまあ、その感覚で自分が喋りながらなんか考えたり突発的にできるけどはい、はい、一人ではよう生み出せないな,な電波で耳,、うん、耳でもこう自分の声を聞きながらね生放送の自分のラジオで聞きながら話してはは、うんうんうん、はいはい、はいそうだよね全く面白いことチンチンって言えばいいからそれは面白くないから。<laughs> <laughs> それ、団体で言っても。ちんちんは面白くないな。ちなみに、痒いとこありますかあ、なんか、ちょっと角度ある質問すればいいんだ。なるほどね。ははい、はい。あ、そうだね。ちなみに、痒いところありますかって言って、はい、あーってなるから、ちんちんですかって言ったら、ちょっと、く <laughs> スってなるかもね、うん。クってなるかもな。ダメだけどね。お昼にそういうことやっちゃう。<laughs> できないか。<ー>じゃあ、 いやでもいいと思うよ、別にかそのレポートの内容はすごい分かりやすかったしただ、僕はいつもねお笑いのステージにいるタイガーさんを見てるわけじゃないですか漫才やったりとかコントやったりとか事務所にいる時もラジオにいる時も結構なんか元気なこう i g を見てるんですけどレポーターの時はデイジーなんかもうレポーータです粛々と。 僕はいなんでかっていうと自分で気負ってるわけよだからこれはできないって思い込み思い込みってマジでよくないよね確かにねマジでよくない自分で思いながら後で振り返るもんか帰りたいああもうこういう時んか1年に1回しかないじゃないですか昭和発信の生放送とか那覇マラソンもそれこそ毎週やってることではないイレギュラーなことだから。 イレギュラーだっていう身構えて何もできないというかだななって思うよねいやでもいん、でもそれ真剣にやってるってことですからねまあまあ真剣やってるんで僕はこんな言ったら怒られるかもしれないですけどあのこういうものは言わん方がいいかなあいや言っていいと思う僕派遣バイトだと思う本当に交通量調査みたいなそう レレポータータとかテレビに出させてももらう仕事もあのはだってスタイルとしては派遣じゃないですかそうだ、ね、今こういうお仕事ありますよって来て、うん、行けますかあいけるないこうぐらいの。で僕なんかは一応お笑いのネタをこうとかいろんなものをこうやるけど、うん、まあそこでお金が今は生してないということではい、はい、派遣バイトになるほど、ね、行くっていう感覚でございますね。 だから最悪面白いことやらなくていいな最悪面白いことやらなくていいなみたいなまあ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 確かにまあ攻めれたら攻めるけどいけるところあったらでも面白いことやることが重要なことではないじゃないですかレポートの中で23番何なら45番目ぐらいじゃないですか情景とそれさえっと伝わればまあいいのかなレポート相手の人が面白く聞こえればいいうそうそうだねだから相手側が がまあいわゆるよく聞こえれば得をすればいいのかなって結構人いっぱいいるからこっち側が面白くしなくてもあそこのなんか面白いの結構出したりするわけよそうですよねだってよく考えたらあの42.195キロ僕はゴールした人にレポートするんでもう42.195キロ走った人の感情って多分常軌を逸してると思うわけよ。 それはもうね何かしら面白いことは喋ってくれるでしょうね。うんうん、てか人によっちゃだっけど俺去年だからそこやったわけですもんね。その人によっちゃもう、うん、鼻水、汗、ジャージャーなっていうから <laughs> もう本当にだからもう <laughs> まトップランナーはもちろんね日々のトレーニングがあってやったと思うけど、はい、なんか人によっちゃもう1週間前からしか走ってないとか、うん、なんならやらなかったけどどうにか。 この気力だけでいその人はもう体が追いついてないからもう機能がバグりまくってる人とか頭も全然働かないぞとこういうのっあれだけどもうすごく面白いからラジオで伝えきれないなんかもうぐちゃぐちゃな人とかがちらほら見えたりするとでもそれでも走りきりたいっていうのもあるんだろうし自然にそんな人見たら 聞きたいこともあるだろうしねその場でパッととっさに思いつくようなことってあるだろうからいやまあ緊張しますけどねまだ実際まだやってないんですけどそう緊張しますけどねっていうかもう放送自体は終わってるんだけど変な感覚ですけどもじゃあ1時間近く一応収録しますのでお付き合いよろしくお願いしますまあしっかり二人ともやったということでやったということでやりきりはしました未来に拍手しておきましょう はい、C. M. 行きますか。はい、はい、それでは、C. M. です。どうぞ。軽自動車の時代。長浜モーター。スズキの新型ソリオカ。長浜モーター。二の湾中古車街道ど真ん中。黄色い建物が目印。軽自動車のスーパー。長浜モーター。 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ夕方になると美味しそうな夕飯の匂い毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ英会話も教えてくれて1人でいても寂しくないよ夕方4時から空いてるよみんなおいでよ住吉国際ジュニアクラブ ギノアンヒルズ通り究デイ語通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り伊天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てねあれ流れ星流れ流流星てるなあいた頭に当たっちゃった ごぼうの「キンキンピラピラおひさまラジオ」。FM ギドマン FEC2 運動金曜日、きんぴらごぼうの「キンキンピラピラおひさまラジオ」。<music> F の F 収録でございますよ。ね。いやー、<laughs> <laughs> いやなんかもう <laughs> いろいろ果たしたいんですけど、ねうんあいや。いいんじゃないですか,い,い,ですかいやあのー 今収録をしているんですけども本当はもうあの4分ぐらいはい、喋った内容があったんですど CM 明けに俺がさえ渡ってるみたいな話でちょっとあったんですけど機械の方が受け付けなかったつまはじきにされてキャンさんのせいではないです絶対に俺なんかよくなかったんだろうな波長が合わなかったんです。 それはくないからデータとして残さないんですって言って撮れなかったのででも僕なんかってデータに見舞われないこと多いよねあるねんかあの本当なんですけどこれもマジであるんですどライブってデータで残すんですよ映像でビデオカメラでビデオカメラで残すんですけどあの僕なんかのネタの前にちょうどあの 映像のこのビデオカメラのデータの容量がいっぱいになったと<ー>で撮れなかったで僕なんかのネタ終わりでギリマネージャーが携帯で取り出したとだから僕なんかのネタ以外みんな撮れてるみたいな俺のなんかネタのところで調整をしてるみいそうそうそう <laughs> あるよねそういう星のもとに僕なんか生まれてるんでしょうね だからその後別にそれしかもその時のネタって結局飛ばしたネタだよね。いや飛ばしてない飛ばしてない。何のやつだったっけ？多いお茶？いや違います違います。あのコントでまああの僕があるあの犯罪をしたっていうあの設定のね取り調べで。ああ。そうそか一位取った時だ。一位取りました。なんだこれマネージャーが悪いよ。おい。まあまあいいじゃないですかそんなのは。 いいネタだったからって言ってネタ見ようかなと思ってすいませんって言って「えっそ取れなかったです」ってマネージャーが本当にしょけながら女の子のねしょけながら言っててね「うんいや大丈夫全然大丈夫だよ」ってねそんなこともありますけどちょっと落ち込んでたんでライブ会場帰りながら事務所に戻そのマネージャー戻ってたんで戻りながらコンビニでねその子唐揚げが好きだからあそうなんですね 俺、女の子は誰でもイチゴレ好きでしょン。まあまあ、女の子とキイチさんは決めつけ、キイチさんはホンミなのかイチゴレとフライドチキン買ってて、で、事務所、オフィス開けて、そのマネージャーが自分のデスクでちょっとしょんぼりしたから、これ食べてくださいって渡したら、ビューって泣き始めて、えっもうなんか。 女の子が泣くのを見るのってやっぱり嬉しい涙でも悲しい涙でもやっぱちょっとなんか胸にこうグッとくるよねねなんかね、うん、まあまあ女の子だろうがね人が泣いてるのを見たらちょっとあれですけどねなんかもう本当にすいませんっていう感じでっていうのを目だけでも訴えてうるうるもうすんごい泣いて。 あんななくって思ってそんなまあ悪いこと実際しないしねたまたましょうがないもんね、それはこれはみんなで前もって要領ビデオカメラの要領をチェックしとけばいい話だからねっていうことを言ったらうん、うん、言えば言うほどなくからもう、うん、分,かっ分かった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 分かっ分かあた分かった分かっ,っ,、うん、ったかった分かった分かったった分か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 っった分かったかった分かか 機械とあんまり相性良くないかな。いやー、それもあるんじゃない。ね<え>だから、うん、だら肝心な時しかも肝心な時さ結構。はい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 。かまあ、肝心というか、うん、すごい重要、やや重要、うん、まあ標準とかあるけど、やや重要ぐら,ののぐらいのあるよね。<laughs> <laughs> 確かにだ。僕なんかあんまりネタ見返す。 じゃないしないしないその時だけたまたまちょっと見返そうかみたいなことだね良かったしまあ結局その FEC の芸人の中でその時1位だったから得点もねお客さん得点も多かったから見ようってなったらああないじゃんっていう時だからちなみに今は大丈夫れてますああいけたよかったじゃあ話していきますか話していきましょう元気に終わりです僕のターン終わりです早さよ 僕のターンは終まあでも12月うんまあ先週話したかわからないはい先週話すからいいやいやどっちどっちですか師走入ってクリスマスムードもそうですよもうだって12月の6でしょということはもう年末までのもうねラストスパートというか忘年会はもう ね鍋食べたいなこうなってくると鍋な何が好きですか鍋はあ当てていい当てていい俺絶対これ当たるなマジうんキムチおいいねチゲ鍋っすよチゲかちょっと違ういいいいちょっとおお口を上げてもらってよちょっとチゲまあまあ

チゲ自体が韓国語でも鍋っていう意味なんで韓国の鍋がもともとやっぱり辛いのが多いから韓国風鍋がチゲ鍋といわれてるけどちょっとやっぱりピリ辛なのが僕的にはなんかさ鍋の中間みたいな料理もあるじゃん。 鍋の中間行ったらなんかのチーズタッカルビとかもなんかなんていうのかな鍋ではないけどなんか鍋っぽくかいジンギスカンまで振り切ってないけどチーズタッカルビわかるわかるわかる,かるなんかあの筒なんかこういうなんかさ鍋とかああいうのにフォンジュフォンジュなのかそう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 はい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 チーズタッカルビを俺まだ一回も食べたことがなあそうなのおい一応おいしいんでしょ一応まあ うん、おい普通この普通に美味しい要はその韓国風チーズフォンデュ的なのができるんですけどチーズがなんか真ん中にあって、うん、<で>なんか野菜とちょっと辛めの野菜と豚肉をちょっとそれからめて食べてそう,そう,そう,うめみたいな、うん、いや美味しい美味しそうだけどねもう、うん、食べるタイミングがないからあでも沖縄も今結構韓国料理,国料理、ね、あるでしょうのチーズほっとくねチーズ、うん のホッットドッグみたいなののすごい熱々伸びるやつとかも、うん、あるしでも僕はお鍋食べたいな、ね、海鮮のお鍋エビとかねああおなまあお鍋僕はあんまりどっちかというとお鍋好きじゃない派なんですよ<ー>なんかね長くないあだからそれはもうみんなで集うからでしょ 一人で食べるから<ー>な,んなんなら鍋でやらないしんか本当に1 0ンチぐらいのちょっと底の厚いフライパン,ンフライパンというかうん、うん、それこそ鍋はいはいはい <laughs> ち,っちゃいはいはいのあの土鍋みたいなやつでしょちちっちゃいやつあの土鍋じゃ普通にスープ作るようなテフロンのフライパン状の底のある鍋に白菜とただ豚肉をあの重ねてミルフィーユみたいにしてに突っ込んで。 し下流のやつサラサラってやってもうだしはいらないスープとかもいらないおおそっかもうその野菜のだしそうそう醤油うはいあと適当にみりんとか酒とか適当にずっとたじらせばおおもうこれだけで美味しいから確かにねあそれいいかもねでもうあとはポン酢器にポン酢だけでこれで 最高よお<ー>夜のつまみとかにもいいし一人でちょっとなんか微妙な時間にお腹すきとすくときとかありますね。あれの時ときとか最高よはい,はい、はい、もう俺今日やる決めたしかもそういうときってさ、うん、あのそういうなんかこう野菜とかでボリューミーな食べ物のときって、うん、なんかご飯も今日いらないなってちょうどいいなぐらいのあるよね、うん、お腹がさ、あのー、こう落ち着くというか。うん 結構だから僕、なんかちょっと体調悪いときとか、はい、なんかそんなに食体調悪くなったら食欲がすごくなくなるんですよ、僕 <laughs> 全然食べれなくなるんですよだからあのスープだけ、うん、本当に。いいねうん、うん、で食べて終わるとかいいね、うん、ありますね、豚汁とかよくと豚汁ね豚汁は最高だよね豚汁を。汁 野菜ちょうどうまくなってきたシーズンぐらいからもう豚汁もちょうどくるよね大人になってくる中で野菜おいしいなーって感じる時ときと、うん、そらく同タイミングだろうねその時期の冬がちょうど豚汁で当たるんじゃないで,す、ね、確かにで豚汁って家庭によってなんかこう具材の切り方とか入ってるものも微妙に違うじゃないですかさまざま色もさまざまで。 なんかそう豚汁の差し入れとかあの舞台の時に結構僕からしたらあのなんかこの具が少ないなっていうもうもうギッチギチに具もうほぼ具みたいな豚汁が豚汁とは縄ばかりに豚そうそうもうなんかあの豚具具があの具材の具で豚具でいいじゃんもうなんかスープとかいらない全部そう食べてよ下に 1センチだけある、みの濃度の高いスープをすごい、シューッて吸ってねあの、ジャガイモが溶けてさあの粘り気のあるねっとりとさ、最高だよなあれ、煮付けで良くないってなるけどねうんただ違うのよね味付けが違うのよ豚汁のあの感じがねジャガイモはねちょっと大きめでほっかんとかね食べ応えあるやつとか入れますあれとかもレバーとかもああもう 美味しいしよな、うん、豚汁の。だけどその豚汁と近いけどあのチムお前まずチムシンジっていうのがあるんですよ沖縄の料理でチムシンジチムシンチムは肝の肝なんですよレバーとかぶ豚のレバーと豚肉と、うんうん、でその滋養競争のなんかよ体調壊してあげるというとかに親が作ったやつで、うん、あとにんじんしまにんじんとかにんにくとかもガーッきかせて煮込んではい、はい、うまそうこれがおいしいのよしょも入れますか これも生姜も入ってたから切ってたから切って入ってたかなだからボカボカするしはいはいはい俺あのね切った生姜がすごい好きなわけよすりおろしたんじゃなくてこうシャキシャキってあの歯応えがあるね最高だよねむしろ生姜食べたいみたいなところあるもんね豚汁食ってるときあでも煮つけのときはある俺あんまり生姜好きじゃない人多いよねそれで言ったらなんかだからちょっと 香辛料だから、だって、それを食べるっていうものではないもんね。でも食べてもいいぐらい、効能はあると思うよ。美味しいよね。ポカポカするし。生姜。みょうがとかも、みょうがが俺、何なのか、まだ分かってないんだよな。みょうがは、いわゆる、ちょっと、その薬味。はい。しそとか、ネギとかの類の。あ、青、青い葉っぱ系なの。うん。色で言ったら。あの、ミュウツーみたいな色して。る え薄紫ってこと <laughs> みたいななんかちょっと先端はちょっとピンクかかってるけどこの根元に球根みたいな球根だからそのらっきょうとかあの生姜とかそういう系のなんかあの根っこの部分がでかくなったところを食うの食うやつ根っことちょっと出てる部分もあったりするんかな<ー>みたいないわゆるネギとかは球根の,の部分から出てる青いところ食べるじゃないですかネギとかニラはそうじゃなくて球根付近 球根付近球根までまた土潜らないわけ<ー>なんかちょうど、えー、不思議、うん、じゃあ食べるとこ超少ないんじゃないそうおねえみたいなとこ <laughs> 野菜で言ういう中間グレーゾーンのとこ根っこなのか葉っぱなのかほかんとになんかちょうどこの土から出てるみたいなところも食うしこの根っこのところもおそらく食うんだろう何ええー、何味 プラスチックみたいいなミュウツーって言われたらもうなんかそんなイメージしかないから歯たえでいったらシャキシャキでもなんかみずみずしいあのネギみたいな感じじゃないかえでも薬味として使うんでしょ薬味として使うからそれなりのやっぱりパンチ本当にもうえなんだっけ生姜うがみょ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 うがっていうみょうがの味だねってなるはあはあはあ 病が食べすぎたらなんか頭おかしくなるらしいそんな危険な食べ物頭おかしくなるってそんな危険な食べ物結構あるだからでも毒素入ってるものあるもんねそうそうあるようにイチジクとかもそうだし人によっちゃなんか十五とか食べるだけで体だそうそうあれする結構あったりするのもあるけど適量をね食べれば全然い薬味で使う分には全然いいそのぐらいおいしい 結構夏じゃあまたそうめんとかのね薬味に使われるぐらい来年の夏ねで今これの話で思い出したんだけどあの i g さんからもらったおなすおなすなすのわさび漬けあれやったんですよめちゃくちゃうまいなあれ俺びっくりしたお家であんなお手軽にあんなうまい漬物んか浅漬け じゃないねもうもはやしっかりしっかりついてるめっちゃうまかった浅漬けだったらもうその場であえて食べてもいいぐらいかもただそのなすのちょっとしたそのあくみたいのがはしっかりつけ込まれたぐらいがいいかも本んにだから時間通りに食べたらおいしいだから俺1時間1時間じゃなくて一日ぐらいつけたわけああ結構しっかりめちゃめちゃしっかりついててでもう色もなす変わってるぐらいねしっかりついててめっちゃうまかったなあれでご飯いけるからな あー美味しかった野菜でご飯いけた時の幸せな感じすごいねうんうん、うん、あれはいいですねどこで売ってんのあの漬けるやつは忘れた勢いで買ったから忘れたあ三栄だ三栄三栄の普通のスーパーの中のえっと、うんえー、俺が買ったのはギノ野湾のコンベンションシティのところ漬物,漬物コーナー漬物うん野菜のところにあるあそうなんだナス漬け 漁のやつだからナスのちょうど上にあったへえシーズニング的なのああいうのいいんだね作って持っていこう分かったそう持ってこう手軽にあの時に12月のなんかお笑い劇場があるでしょはいはいなんですかファン感謝祭的なああファンの忘年会やりましょうかみたいなやつでしょははいい28だったっけ土曜日うん多分ですねそそそううううでも 先着何名名だったっ100名ぐらぐいだったそんなな多く分か,かんない結構だ、ね、かは少ら芸人とちょっと一緒に、はい、その忘年会的なのしませんかっていうテーマのライブになってるので、はいうん、持っていくわおいいんじゃないですかじゃ来てくださいよみんなおつまみとして、うん、何をつけますか 俺実際やってのあ茄子はもちろん食べてほしいし茄子美味しかった大河は他のやつ買ったわけでしょオクラもやりましたオクラって俺イメージがなんかオクラってだって中に粒ぶの種が入ってるじゃないで切ったらそれ種出てくるじゃないですかなんかうまくなんかるイメージがないというかなんか染み込まなさそうな俺も切ってやったんだけど僕オクラ好きっていうのもあるんだけどたまらなかったね ありがとうって言った俺オクラに、いや言うべきだよな。でもオクラのポテンシャルすごいよね。オクラすごい。あれ炒めても美味しいしね、結局。ああ、そうだね、ばあちゃんがよくの輪切りにして、卵とスクランブルエッグでやるだけでも。ああ、なるしど。ネバネバちょっと、あの減るけどね。生で普通。まあ、のやっぱオクラのも、結構独特な歯ごたえが、食べ応えがあるから、はまりなくても全然。 美味しかったりする。オクラ一時期育ててたんですよ。結構難しいオクラ大変よね。あのやっぱりこのあの筋成長させすぎると筋ができて、根がヘチマみたいな感じでね。でかくはなるんだけどまずくなっちゃう。食べ応えやね。うん。食べ食べどか食べ頃が見分けるのがね。難しい。あの黄色い花咲くね。黄色と黄色い花さいや黄色いけどハイビスカスみたいな黄色いけどこの真ん中にかけて真ん中のこの。 めしべおしべがあるところがちょっとだけなんかあの紫色というか濃いワインレッドのそこまでは分かんないような自分こんなのやっぱり好きだからやっぱり生物生物取るべきだったと思うそれはあるかもね確かにめっちゃ先生に言われたもん生物の先生に生物入ってよってはい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  科学も好きだったから科学はでもある程度みんな最初に習うじゃないですかまあ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 生物だったら今からでも独学でややりすいんじゃそうだってなんか生物の勉強ってちょっとしやすいさ他の分野に比べて結構身近にある感じがするもちろん専門的なことだったら難しいと思うけどその生き物に関しての基本的な知識とかは増やしやすいんじゃない 育て方もだってその生物に近くなってくるわけでしょ植物のやばいやつとか興味があるといか楽しいあ<ー>なんかやっててなんか苦じゃなかったというか、うん、うんうんうんやっぱ自分の好きなものって努力し,し,しないよね、うん、努力と思わないよね努力と思う,うただ本当に好きでと探求心がゆえにやっちゃってる、うん、いい俺大駒まだらのいまだに覚えてるけどあのその、はい、野外学習のよく大駒まだら食べてたもんね美味しい <laughs> いお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 い 生でもいけるって言って大変や輪切りにして炒め物にしても粘り気がなく食感が美味しいって言ってオクラ屋さんにそれオクラよやわ怖いだろあんなモスラみたいな大ごまだら一応一応でも多分金取ったら美味しいはずなまあな大体の昆虫は美味しい美味しいだろうなタンパク質だからいいよちょっと想像したらちょっと怖いわみんな標本とか標本大ごまだらのいやなんかその大ごまだらについてはい 調べてバス野外学習の時のバスの中で俺あれやったんですよ紙芝居的な感じで大駒だらの生態にのってみんなそこまでそんくらいやるもんだと思って結構がっつりやったけど他の人の見たらあれそうでもないなと思って逆に恥ずかしくなってやった。 やり込みするやり込みそうそういやでもそういうのって結局自分のなんかこうあの中に残るじゃないですかあでも知識としてだからすごい残る<う>だってこう12の時ですよ、うん、でその,そ,のそれをやるっていう経験が、うんあのー、ないでしょ大人になったらあんまり何かを調べてまとめるっていう、うんうん、だそのスキルもつくわけじゃないですか、はい、調べてまとめるスキルと大駒だらについての記憶とって。

食したことななくい金粉ですらなんかよく分からんのにさなんか成金感もあるしねんかね黄金食べてるやつってだろうしおそらく予想だけど炒めたら俺黄金の色落ちると思うかか確かにな何かシナってなってねシナってなんかなるかなんかシナっていうのもねで結構おっきいさこう飛び方もなんか独特じゃないですかあれって普通の蝶々みたいに結構羽ばたくというかなんかこうゆらゆらって落ちる感じ から別名が新聞、はい、新聞紙の新聞って書いて新聞長とかって呼ばれてたりするすへえ<ー>あんなのとか知識としてなんか残るよねあ確かにね沖縄では結構見られて、うん、でも北,北部とか中部とか山奥で本当は見られてたんだけど、うん、最近都内でも見れるよ都内っていうか那覇とかいるよねだから水吉公園とかにはそれこそいるじゃないですかもともとはもうちょっとこの上、うん、北とか そうなんだ。ええ。まあなんか捕まえて逃がす人とかいたのかなどうなのかなまあまあまあ分布が増えるのは全然いいんだけど、なんかそんなのをやった後に、その時の印刷の先生が生物の宇佐美先生が、いいよ、城くんみたいな。ええ。生物クラブみたいに入ってよみたいな言われて。 はと思って誰 <laughs> <laughs> 何年生の頃小学生だからそれうんだからそれこうこうだってこう一の時とかをだけああそうなんだ、うん、こう一なんかほら見に行ったさなんかあの,あのえ地,<っ>地層がどうのの時ああやったやったやったうんうんうん、うん、あの時のバスの車内でとかそれやってたんだけどえ俺もやったってことじゃん だからみんなやってるんだけどみんな他の人の話はまあもちろんのこと聞かないしうん、うん、みんなだからなーなーでやってるというか、うん、一応一応やってるぐらいだったからええどういうこと調べてからまとめて、うん、俺もそれやった多分2人1組ぐらいで2人1組でやっててよそうそうめっちゃ怖い何も覚えてないでしょ <laughs> だみんなだからみんなそんくらいなんだ,、うん、だからはい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 だ俺,俺だけなんかがっつりやってきたからあ<ー>はっ そこまでやらなくてもよかったかんやしみたいなのがあったわでもまあまあ知識になるしな、ね、いやでもいや俺小学校とか中学校の話だと思ってたからさ高校の頃でって結構じゃあちゃんとやってるんだろうな <laughs> 俺高校ちゃんとやってたな思ったら意外と、うん <laughs> 中学校の頃とかあったじゃないですか社会科新聞で自分で好きなもんまとめてねみたいなあれも苦手だったななんか大きいさどんくらいのサイズって微妙な色つ違いだよかんないよよくわからん広さのさ A3 を4枚分もっと大きい A0 ぐらいの a ロかちょうどここのガラスぐらいい。ごめんラジオ聞いてる人分かんないけどね まあ横 1m 縦1 5ーぐらいね自分の上半身ぐらいかな俺ぐらいだよね多分ああそうだねそうだね頭も合わせたなんとか新聞みたいな書きましょうかはいはいもうなんか嫌だったね俺でもあれ結構得意だったんだよねあれでも賞とかもあったさ学校で書く学校でコンクールみたいなのがあってってことは何かやっぱり評価されるんだろうなうん なんかあの <laughs> こんないったらあれだけど、うんうん、あれ多分デザインセンスだと思うわけど、ね、俺、内容はもう本当に本のこの字を写してこの字を写してくらいだけどあの配置とあのこのこタイトルとかのこのデザインをちょっと綺麗に書いたら絶対賞をもらえる <laughs> そうね。<laughs> あ、結構このの配置センで、新聞ってなんかそういうのもあるじゃないですかだから、こうね、どっから目を引かすかみたいなね俺あれ書いたわけあの、米米についてあ日本米と大米米ロ米比較のね、米米比べろ全…はっきりボケてもらっていい こここまで届いいいてななのよれ悪癖わけボケ受けないはずなって思いながら言うからごしょごしょって言うからいやいや受けなくていいから大体の人から「は」って言われるわけだから自分は決めだと思って言っても意外と自信ないからゴニョってなって「何?」って言われるもうこんな恥ずかしいことないねはっきり言う今日決めた誓ったはっきり言う米米クラブ。不当点がおかかしっただろ 米,米クラブじゃないわ <laughs> 慣れてないから言葉がスムーズに全然出てこなかったね大米 <laughs> はねあの日本前に比べて<ー>ちょっと長いとかそんぐらいしか覚えてないけど、ねあのー、アーに使われますよとでも今考えたらなもっとさ自由研究って自由に楽しむべきだったなって思いますね,ねかたなんか凝り固まってたね、うん、なんかさ、うん、あの自由研究はこういうことをやりますみたいな本あったじゃんはい あの自由研究のアイディアみたいな、うん、こういうふうに実験やって10円玉をなんかこうそうそな、うん。そしたらこうなりますこうなりますみたいなのも書かれてて、うん、それ通りに、はい、あの写真撮ってみたいなもそんなのってもうやらなくていいじゃんそれもういや実際にやってみるっていうのもそれあるけどはい、はい、まあ一回それ踏まえて次年度から別のやりやよかだけど、うんね、やっぱり夏休み宿題難儀みたいなこのやっぱ連鎖があるからねうんうん、うん そこをどうにか打破しないといけない、うん、学生の時に。に、うん、俺なんてもうすんと最悪だったよもう自由研究なんて。最最悪。本当に最悪。<laughs> いやこれ本当に。だって俺一個上にお姉ちゃんいたんだけど、<laughs> うん、一個上のお姉ちゃんの自由研究のあのー、ファイルがあるじゃないですか。はい、まとめたやつ。そ,そっから写真撮って剥がして、うん、文章自分で書いてその写真を貼るっていう。<laughs> もう全くやってすらいない。写真の流用。<laughs> これ大手出版社だったら相当な事件だけどでもでも先生もねまさかそんなことするとは思わないじゃないですかバレないんですけどねだろうし全然普通に言言っやっただろうな懐かしいなんかパンパースの中のこの水吸うやつで実験とかえちょっと面白そうじゃんそれ。 吸水性ポリマーっていうのがあるんですけどクッションビーズクッションみたいなじゃないですかあんなのが中に入ってて、うん、水を結構吸って50倍ぐらいに膨らむええー、それをなんか何を吸わせたら、うん、何日後にこう戻るかみたいなはい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 、はい、外に置いてたらどんなかとかやったよパ、えー、パンパスの,その機能性を 実験してちょうどだからそのいやいや中学校ぐらいにやってパンパン履いてたしまだまだちょうど漏らしてはいたな確かにマックスが中3だねああ更新としてはいはいはい中3の忘れもし夢の中でおしっこしてそのままおしっこしてええ あるんだそんなことトイレなんか飲みすぎてね水の中飲みすぎて寝ちゃったんだろうね夢の中で「あトイレして」っつってどっかの公園の公衆便所入ってジャックも下ろして「はいはいはいはって言って「はあギリギリおしっこ我慢して出した時の気持ち安心感はああれなんかあったかいね手に当たってるんかな」って手見たら「ほわほわほわ」ってベに戻って。 シょロ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 ,ロって自分のこの抱き枕と <laughs> ベッドに全部結構ショックだな中3ともなると中3よ、うんでおねえみたいになったかからない中 3, 中3よって <laughs> 高校のシーンの考えてたのよ <laughs> <laughs> 俺はあれやってよあの,あの窃盗だろ窃盗だろ <laughs> 違う<だ> <laughs> 窃盗こうやりまったって自由研究するかや <laughs> どこのスラム街よ <laughs> 自由すぎるだろ <laughs> 何やったのあ、あのー、静電気で、うん、水道水流れてるじゃないですかそれ水道水がどうやって、ま、ど,うぐどんぐらい曲がるかみたいな細く出してね水、うん、をね、うん、はいそ、は、そ、い、そうそうそうあんなのもやったね全然曲がらなくて、ね、<laughs> 全然曲がらなかったからお姉ちゃんの写真撮った <laughs> 曲がってるやつもうしょうがないじゃんだって曲がらなかったパターンと曲がったパターンをやらんといけなのに全然曲がらんから <laughs> 曲がらんやしと思って撮ったよね <laughs> 水は曲がらんかったけど <laughs> お前のこの考えは,かは曲がった曲がったってい書いたまとめて考察のところで <laughs> 水は曲がらんかったけど僕の思考は曲がった <laughs> <laughs> それが後のスタップ細胞へとつながっていく <laughs> だってでもそれそういうことでしょ、うん、あのお偉いさんもそんなことしちゃうわけでしょそうだろうね、うん 結局なかったんですか、スタッド細胞は。ありはする。ありはする。みたいな、なんかその。ありはするけど、そういう文献的なのを、ちょっと。拝借しちゃってたってことなんですか。データ。データとして、なんか、でもなんか、海外で、まだ、そういう研究続けてるんですよね。同じことができない。ええ。難しい。そうそう。だから、あの。 女のおぼかたさ,、ね、さんじゃなくて、うんうん、あのあと一人のこの研究者の人がこの実験をやってたみたいな <laughs> うん、うん、そのスタップ胞を証明する、はい、でその人しかなんかできなかったみたいななそうなんだ,だけどだからそれがあのその人しかできないって言ったけどそのお,おぼかたさんがこんななった時にその人はバッて逃げて。うん、あの なんていうの取材陣も行かずにだから結局真相は何か分からなくなったままおばかたさんは結局んなんだたんですよリーダーみたいな感じだったけどこのそのああスタッフ細胞のでその研究って一人でやるもんじゃないじゃないですかチームでやってでそのあと人の人がその核心となる実験みたいのをやってできるってなったから結局なんかちょっとこの人を主導に 回ってるみたいな感じにもなりつつあったらしいんですよ、ね。はあ、っていう話は聞いたけどね。で結局なんか「違かった」ってなってその人はファッていなくなってみたいなでも大<ー>おば岡田さんがこうこうその最初の発見者というかその最初のリーダー的なもんだったから<ー>、えー、責任を全部なるほどね。<と>あることはあるけど、うん、それじゃ作れって言われて作れなかったんだね、うん、まあまあどっちかもまだ分からない,みたいな、ね、分かんない難しいね、うん、やります スタップ細胞 iPS 細胞とはまだ違うんですか違う違うあそうなんだこれ説明できるんだけどはい CM 挟ましょうもう CM 挟まだ時間ないい <laughs> きましょうもう一回 CM、はい、ごめんなさいギリギリですか CM いきますどうぞ 朗報です。沖縄グランメールリゾートドレスダイナーのディナーがお得なんですベニズワイガニが入った食べ放題とアルコールも充実した飲み放題が時間無制限でなんと3500円さらに平日割だと驚きの2980円お問い合わせは9311585沖縄グランメールリゾートドレスダイナーまで 長浜モーターからのお知らせです返事は好意のバロメーター私たちは思いやりを大切に皆様のお越しをお待ちしています新車中古車のご相談なら「ギノワン中古車街道長浜モーター」「8923719」「8923719」「レンタカーやってます」「ハロートレーニング」であなたの就職活動を全力サポート!」「ポリテックセンター沖縄では基礎から学べる専門技術の職業訓練も受講料無料で開講しています 経験がなくても OK 新たなスキルアップにチャレンジするあなたを応援します詳しくはポリテックセンター沖縄で検索ひでのぶですラジオ名言いますキンピラごぼうのキンキンピラピラおおしさまラジオ今だって腹立ってきたひでのぶですじゃねいんだよん、ね、このジングルな。こんばんはルブラブひでのぶです いやーの声使っての俺なんかぐらいの <laughs> 使われて本人もまだ使われてるんだと思う思ってないはずな一応な,一応な呼べるかなどうなるかなでも呼んだところで<ー>呼んだところで僕なんかがあいつをどう面白くする力はないな<そう> <laughs> 一般の方だもんもうなああっも <laughs> でも何が衝撃って、はい 下っての衝撃じゃない。そっかそうだよ。えぐいよな。そうだもっと下だと思ってたよ。ですよ。うん。えぐいよ。そっかそっか。じゃほぼ同級生だ。俺1個下であんなできんやつ初めてかもしれない。まあまあ人それぞれね。あと2分ほどですけど。あともう2分ぐらいで終わります。もうだからエンディングでしょこれは。うん。エンディングまあそのえ。 その忘年会ライブも一応ありますし新ネタライブもあるのかありますよ新ネタライブだと13日13日の金曜日あらチェーンソー持ってきてください皆さん本当だそうだねお時間は19時半開演でいつもだったら30分前とかにね会場してますけど15分前会場ですねはい19時15分会場場所は那覇市文化展物館4階のレッスンルームレッスンルームにて 当日ともに500円ですけれどもできれば、迷い予約とかちょっけると仕事終わりにふらっと500円でネタ見れるのでお得な感じになっておりますので酒飲みに行く前にちょっと顔出してみたりとかあとオール新ネタでしょだから見たことないネタしかやらないからねそういう部分もお得かもしれません。楽しみに いや iPS とスタッフの話聞きたかったんですけどねこれはじゃもうまた次週その回を設けましょうも興味ある人だけ確かにが楽しむあんまり俺なんかもちょっと調べないと分からないそう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 キャンさんの講話を聞くっていうだけの時間を作りたいと思いますのでまたじゃあ来週は生放送予定なのでぜひ聞いていただければと思いますお願いします え来週はあ来週十三日その新ネタライブな後か終わった後にまたやりますので、はい、またライブの話とかもできればと思いますよろしくお願いしますお願いいたします以上キンピラごぼうのキンキンピラピラおほいさラジオでした来週も聞いてくれなきゃキンキンピラピラ星に変わってお仕置きよ,おおきよアデュー